シェフザーデヤフヤ、1585年10月23日から1648年は、ヤヒヤと綴られることもあるは、17世紀の大井戦勝者ム村ト三世紀の巫女であると偽証した。ヤフヤは1585年に、村ト三世紀の巫女として生まれたとされ、母は、サフィエスルタントも、かつて、トレビゾンド帝国を統治した小群の助の末裔の、 フレーン・ハトゥンとも言われる。ヤフヤによると1595年の村と三世の死後、兄弟殺しの観光によって19人の巫女が殺害されたが、ヤフヤの母は彼を密かにキリシャ方面へと逃げ出させ、その後、ブルガリア、マケドニアへと逃亡したという。その後、ヨーロッパを回り、各国に支持を求めた。コサックの支持を得てからは、イスタンブールを襲撃するなどした。 1648年、もしくは1649年に、モンテネグロの海沿いで死去した。ヤヒャは、1630年代初頭、ヤヒャが、自分自身をその地域の公爵と呼ばれ始めた時に、ドリッシュド伯爵のピーター公爵の娘である、アンナカテリーナ・エリナと結婚。アンナカテリーナは、おそらくアルバニアの国民的英雄スカンデルベグの子孫。 彼らには、モーリスとエレナの二人の子供がいたとされる。ありがとうございます。